皆さんこんにちは、民主党の幹事長を仰せつかっております細野豪志でございます。いや私はですね、できるだけ早くこの栃木に伺いたいずっと思っていたんです。と言いますのもですね、3年前のあの参議院選挙で最も悔しい思いをしたのがこの栃木県だったんですよね。柳瀬進さんというですね、大変な実績と、そして地域への貢献、そして何よりも国民にとって民主党にとって欠かすことができない人を立てていた。そして我々は勝つことができると確信をしていたんです。ところが最後の最後にですね、私どもの消費税の問題もあっていろんなことがありましたもんですから、当選をしていただくことができなかった。そして今柳瀬さんが私の隣に立ってくれています。私はですね、学生時代柳瀬さんに憧れていた。1990年に初当選をされて、そして自民党からですね、新しい政権を担う政党を作ろうというので当時先駆けだったでしょうか。そこにですね、飛び出した柳瀬さんの姿を、あれサンデープロジェクトからだったんですかね、見て、あ、こういう政治の流れが出てきた、それを見たんです。ですから柳瀬さんがいなければ私は自分もやれるというふうに思えなかった。それぐらい大きなですね、きっかけを作ってくれたのが柳瀬進さんだったんです。だからこそ今度の選挙ではやっぱり比例区でもう一回柳瀬さんに国政に帰ってきてもらいたい、私はそう思うんです。皆さんどうでしょうか。そして谷さんです。先ほど私が言おうとしていたことと同じことを谷さんが言ってくれました。4年前政権を取りまして、私たちがやりたかったのは NPO の皆さんや障害者団体の皆さんや難病に苦しんでいる方々、自民党政権に光が当たってましたか。ほとんど光が当たってこなかった、そういう人たちに私どもはですね、しっかりと手を差し伸べて一緒に握手をして歩んでいこう、そういう政治をやろうとしたんです。例えば NPO の支援にしてもですね、これまでは官が公か公でないかということを判断をしてきた。言うならば役所の意向に沿わなければですね、寄付をしたって税の控除の対象にならなかった。これではダメだ。公か公でないかという判断をするのは誰ですか。これは官ではありません。国民一人一人であります。多くの皆さんに支えてもらえる団体、例えば障害者の問題に一生懸命頑張って行政の手の届かないところにしっかりと対応している団体は寄付の控除の対象とした、これが民主党だったんです。普天間の問題もありました、消費税の問題もありました、党もバラバラになった。民主党はいろんな反省をしなければならないけれども、本当の民主党らしさ、それは実現をすることができたと思うし、その先頭に谷博之さんが立ってくれたことを皆さんにぜひ知っていただきたいと思います。正直言いまして自民党にもですね、維新にも新しい人いっぱいいます。しかし彼らが何をやりたくて国会に来たのかよくわからない人たちがたくさんいる。そういう中にあって谷さんは弱い人にしっかりと光を当てていく、その政治をやらなければならないという使命感を持った人であります。こういう人に何としても生き残っていただかなければならない、私はそう思って今日栃木県に参りました。柳瀬さんと谷さんをどうぞ皆さんよろしくお願い申し上げます。さて憲法の問題です。柳瀬さんがこの3年間いてくれたら民主党も憲法のことをですね、もっともっと深めていくことができたと思います。先ほど柳瀬さんが言ってくれたように、今日は憲法記念日、非常に憲法をめぐりましては目まぐるしい動きが出てきます。皆さんにもう一度考えていただきたい。日本はですね、戦後3つの原則のもとにこの国を作ってきました。1つは人権を大事にする、2つ目は民主主義をしっかりと守り発展をさせていく、そして平和主義、戦争はしないんだ、これを大原則に歩みを進めてきました。この歩みを皆さん間違ってるでしょうか。私はそうだとは思わない。だから私どもは2005年の憲法提言の中でこの三原則を具現化をするという、こういう考え方に立って提案をしたんです。もちろんそれを具体化するためにはですね、憲法をさらに発展をさせて一つ一つの条文を考えていかなければならないところがありますよ。しかし今の憲法の議論は極めて危うい。あの維新は憲法によってこの国は歴史と孤立の対象に貶められたのまで言ってます。そして
安倍総理は戦後レジームからの脱却ということをですね、繰り返し繰り返し言っています。すなわちこれまでの歩みを真正面から否定をする勢力が2つ出てきている中で、我々がやらなければならないこと、この役割は皆さん明確なのではないか、私はそう思うわけであります。96条の問題も含めて今のなし崩し的にやろうという動きに対しては、私とは明確に提案をして、おかしな動きについてはですね、ストップをかける、その立場を皆さんに明確に申し上げて、そのために私どもに民主党にもう一度力を与えていただきたいと思います。時間が限られてますので、もう一つ申し上げます。去年私どもはですね、消費税を上げさせていただきたいという大変不人気な政策を皆さんにお願いをしました。そして結果として民主党はですね、それこそ離党者を出してこの県内で割りました。皆さんにご心配をおかけをした、本当に申し訳ないと思います。しかし皆さん、もう一度あの時のことを振り返って今の政治を見た時に、私は民主党がさらにやらなければならないことがあると思ってます。皆さん、何のために消費税上げたんでしょうか。それは少子高齢化していく中で、これからも医療やそして介護や、今日若い方も来ていただいてます、子育ての問題に取り組むためにこれをやったんです。皆さん、そしてさらに大事なこととして、年金改革をやらなければ、今年金をもらっている人たちの不安はもちろん、現役世代の皆さんが将来もらう年金がどうなるか分からないという不安があったんじゃないでしょうか。皆さん、だからこそ私どもは社会保障と税の一体改革ということを言ったんですよ。そしてようやくですね、自民党公明党も引っ張り出して、この社会保障について協議をできる三党協議を立ち上げて、年末からようやくですね、議論を始めてきました。私どもはその提案をした責任がありますから、これまで我慢に我慢を重ねて自民党や公明党にですね、呼びかけてきましたよ。しかし皆さん、もうそろそろ私どもも堪忍袋の尾が切れそうになってるんです。安倍総理はですね、6年前からすれば随分変わったと思われるかもしれない。しかし安倍政権が倒れた本当の理由は何ですか。私は体調を壊されたことじゃないと思いますよ。消えた年金問題があったじゃないですか。医療崩壊があったじゃないですか。その反省に立つならば、安倍総理はもっと社会保障制度改革に前向きに取り組んできた、私はそう思うんです。待てど暮らすと、この5ヶ月の間社会保障の改革を私ども提案をして、自民党や公明党、この議論の場所にしっかりと引っ張り出そうとしてまいりましたが、全く前向きな姿勢が見えてまいりません。皆さん、やっぱり社会保障制度をもう一度しっかり作っていく、この役割は皆さん、私と民主党が果たさなければならないのではないか、そう思うんですが、皆さんどうでしょうか。私がゼロ増5減だけでは不十分であるということを申し上げているのも、そこに理由があります。だってそうでしょう。皆さん、消費税はいただきます、ただ食いをします。しかし社会保障制度改革については国民の皆さんにしっかりとお返しをしなければならないのに、それはやりません。そして自ら身を切る改革は約束をしておきながら、各党いろいろ言い分がありますから、やりませんなんていうことが通用しますか。皆さん、しない。アベノミクスというですね、華々しい言葉だけに、皆さんそれこそですね、自民党に巻き込まれる形でなだれ込むのはやめましょう。やっぱり経済が良くなった時に、それがですね、日本全体にしっかりと行き渡る。そしていろんな困ってる人たちもいます。それこそ人生いい時もあれば悪い時もある。そういう時にしっかりとセーフティネットを支える仕組み、それを作るために私どもは頑張らなければならないんです。安倍総理、そして麻生副総理、ずっと私この数ヶ月顔を見てましたけれども、彼らにはこれは分からない。やっぱり苦労して政治の道に取り組んできた柳瀬さんや谷さん、私も親父はサラリーマンでしたけども、みんなの年金や医療や介護や子育てが大事であるということをですね、骨身に染みて分かっているのは民主党ですから、もう一度そのことを見つめ直して、私と民主党に力を与えていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。大事な選挙区ですから、そろそろ半です。柳瀬さんと谷さんのためであれば、民主党は全力で頑張ります。私もまた参りますので、
残された極めて短いこの2ヶ月というですね、ちょっとというこの期間をぜひ皆さん、この2人とそして民主党と共に戦っていただきますようによろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。細野豪志民主党幹事長でした。皆様もう一度盛大な拍手を細野幹事長によろしくお願いします。今重大発言がありました。もう一度来ていただけるということです。これから3ヶ月を切った参議院選挙でありますので、全国大いに細野幹事長には盛り上げていただきたいと思います。そして宇都宮に再び栃木県に来ていただくまでぜひ健康に留意されまして、そして全国回っていただけますよう心からお祈りを申し上げたいと思います。皆様、以上をもちましてこの民主党街頭演説会終了したいと思いますが、選挙区の谷博之、そして今度は2枚目ですね、全国比例区の柳瀬進、これから3ヶ月来てますけど、皆様方のご支援ご協力をいただいて、全国そして栃木県内くまなく名前を轟かせていきたいと思いますので、皆様方のぜひともご支援とご協力ご理解を心からお願いを申し上げまして、民主党細野豪志幹事長を迎えての街頭演説会以上で終了させていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。ご近所の皆様方大変お騒がせをいたしました。ご協力ありがとうございました。失礼いたします。